長身の選手がいるという意味では仮想ギリシャということが言えますよね。いやいい動きはボールが出ました。ワントライプ伸びた足も素晴らしい先制ゴール日本あれですよ。倒れ込みながら岡崎流し込んでいきました。まあリスタートをねボールが抜けてヒヤッとしたその直後のプレーでしたけど、はい、まあそこの動き出しを見てあげること、はい、これ青山ですかね。あのね本当にここから足を出しました。そうなんですよらしいね岡崎の得点だったと思うんですけど、はい、このパスで岡崎がやっぱり相手の背後を狙う裏への動きそこを見てシンプルに使ったっていうことですよね。香川や香川から岡崎慎司最高ですよ。この動きをね、はい、きちっと使ってあげることによって相手のディフェンスはなるほどだから入り方正解なんですよね。まあよく言いますよね。そうなんです。ファーストタッチ最初に触った感じがいいと言われるって言いますからね。さあゴールに植えている香川慎司決めとけ決めた日本2点目クラブ代表を通じてもゴールから遠ざかっていた香川慎司PK で自ら流し込んでいきました。いやー素晴らしいですね。久しぶりにこの笑顔を見ましたね。そうですね。いいアシストから始まって、はい、やっぱりこういう気分がね乗ってる時にはあのゴール前で本来だったら右サイドの酒井がフリーなんで使ってもいい状況、はい、だけど自分でペナルティーエリアの前で仕掛けて崩しましたよね、はい、本田圭佑上げてきました。うわきた3点目日本6番の森重素晴らしい、まあ、本当にこの選手フリーになった時のヘディングの打点の高さ J リーグの開幕でもそうでしたけど、高いね。そうなんですよね、まあ、あの時はね、はい、キーパーのファインプレーもやって点にならなかったけど今日決めてよかったね森重は。代表初ゴールです。いやいやアピールできたでしょう。素晴らしいですよ。2人と合わせました。上手はあるんですけど、はい、その両ディフェンダーの間に入ってこのシュートですからね、ここの高さはね、はい、今度にはないここから大きな展開ができれば、はい、主導権を左サイドに持てますんで、はい、逆の酒井宏樹は上がる準備しとった方がいいですよね。なるほど。香川慎司左サイドから仕掛ける本田がキープする。よく見てた。よく見てた。素晴らしい。これですよね。岡崎今日2ゴール。山口蛍のいいプレスから始まって、相手に前を向かさない。そこで奪ったボールを左サイドに展開。薄くなった左サイドでキープして本田圭佑経由して岡崎へのヒールキックですよね、はい、これが1点に結びついてるんですけど奪うところからがもう素晴らしいですよ。これよく見てここ通したね、そして岡崎流し込んでいきました。4点目です。小倉さん流れるような攻撃でしたか。いや本当ですね、守備からのところで、はい、まあ、起点になるといったところでは、岡崎選手のヘディングをしっかりとね大迫選手が本田選手につないだそこから展開から始まってますからね。金田さんおっしゃる通り、はい、まあ、守備から攻撃までのところ一連でしっかりとできている、はい、まあこれは理想ですよね、まあ、小倉さんさっきおっしゃいましたけど決まった。日本失点。20番のクリス・ウッド22歳のプレーヤー、ここは粘られてそのフィジカルを生かして突破をしてきました。まあそうですね、このシーンです。こぼれを取られてしまったんですけどね、なんとかそこを踏ん張っていきたかったところですけど、はい、まあ、シュート自体はこれはすごいシュートだと思いますけどね。とにかくこのところ失点が続いていました。無失点で抑えたいと吉田麻也も話していましたが、ここは1点も失いました日本代表です。失点日本。クロスから最後はウッドのボレーシュート。4対2。まあやっぱり最後のところは体ぶつけられて、はい、ファールギリギリのような感じで、多分森重が押されて自分のポジションから出されてからのシュートだったと思うんですよ、はい、まあ、この辺はワールドカップ考えてもグループリーグ戦う相手のセンターフォワードのフィジカルの強さ